眼科のヘルマツです今日は頂い,いた質問で、白内障手術とか手術、目の手術を受けるとき、例えば右目の手術を受けるとき、左目ってどうした方がいいですかってことについてお話しようと思います。結論、開けといた方がいいです。なんでかっていうと、人間、片目だけ閉じるウィンクとかって結構難しいんですよ。両目閉じる、両目開けるっていうふうになりがち。 言い方変えるとね、左目を閉じると、右目もちょっと閉じようとしちゃうんですよ。なので、例えば右目の手術を受けるときって、例えば右目をね、まぶた開くようなこう道具で開けてくれますよ。とはいえ、左目を閉じようとしたら、そのぐーって頑張ってしまって、で、それが痛い原因になっちゃったりとか、力が入っちゃって、やっぱり手術の経過として良くなかったりとか、まあ、そういうところがあるので、基本は、 わーっとふわっとリラックス。そしてえ、どっちの目を手術受けるんでも、もう片方の目も含めて、目を開けるんだよという気持ちを持っていただけるといいかなというふうに思います。まあ、こんな感じで、ね、手術中こうした方がいいのとか、実際これどうなってんのとかっていうご質問もお答えしていくんで、ぜひコメント欄に書いてくださればと思います。よろしくお願いします。